この時間は岩室田高校女子バスケットボール班顧問の金子京子先生にお話を伺います。まずは先生、先日の県高校新人バスケット大会見事準優勝、大会を振り返ってみていかがでしたでしょうか。はい、どうも応援ありがとうございました。私たちのチームは、今年は3年生が3人しかいなかったので、そういう中で今の2年生新人戦なんですが、2年生を中心にやってきたチームです。なのでやっぱり目標は北信越に行きたいなということでみんなで取り組んできました。はい、そして決勝戦、一時は王者東海第三を逆転するシーンもありました。当日の選手たちのプレーは先生にはどのように映りましたか。やっぱり緊張してたんじゃないですかね。本来はもうちょっと力が出るんかなと思ったんですけれど、やっぱり第2クォーターで怪我人も出てしまいましたし、やっぱりチームってメンバーをこう見ながら作ってきたので、やっぱり一人欠けてしまうとかなりマイナス面が多かったんじゃないかなと思います。はい、そして我々こう見ていますと、先生のバスケット非常にこうアグレッシブなバスケットにも映るんですけども、先生が目指すバスケット、そしてチーム作り、どんなイメージがあるんでしょうか。はい、やっぱりバスケットって走らなきゃダメだと思うんですよね。うまい下手とかこのテクニックっていうのがあるかと思うんですけど、はい、それ以上にまずは走れてプラス技術だと思うわけです。だからそのところでは走ることに関しては今回はできたかな、走って守ってっていうことで頑張ってきたつもりです。はい、そして先生、いよいよ年明けにはですね、選抜大会、そして北信越大会、新潟でも行われるわけなんですけども、北信越に向けてあと1ヶ月半どういったこうチームブラッシュアップかけていきたいですか。ですね、モルテンカップっていうと、はい、長野県内の、はい、強い強豪のチームが来て、相手してくれるわけです。で、はい、1日2試合3試合と、はい、やるわけなので、まず体力とそれから気力、そこで乗り切っていければいいなと思います。この人たちはやっぱり中学校でもそれぞれの ある程度の経験の持ち主だと思うんですけれど、はい、やっぱりディフェンスを見てやるだとか、そういう細かいところがちょっとやっぱり自信がないところがあるので、はい、その大会を通して自信を持って、はい、いければいいな、でそれが春につながっていければいいかなって思っております。はいはい、そして北信越、やはりこの長野の他にもですね、強豪校がたくさん来ますけども、北信越に向けても一言お願いします。そうですね、私たちがここで頑張ってきたのは春から佐久平総合技術高校といって、はいはい、学校が分かれてしまうわけですが、工業科の、女子が2人います、はい、でその子たちと一緒にできるのも今年限りなので、はい、ぜひともその子たちと長く、はい、公式戦をやりたいということで、みんなの思いは一つになってこの大会は臨めたと思います。なのでその子たちにもね、いい思いをさせてやりたいし、私たちも本当にちょっと進行に分かれて寂しいんですが、思い切ってみんなでやってもらって、岩村田高校ってこんな風だなっていうことをね、皆さんに分かっていただければすごくありがたいなと思いながら、やってきました。はい、ズバリ目標はどのあたり。2位で行くので、ちょっとどこと当たるか分かんないですけど、他県の2位ってまあまあ強いんですよ。なので、1回戦勝って、はい、でそうするとトーナメントのリング戦になってくるので、そこではね、せめて5位、5、6、7、8位のリング戦には入れればありがたいなと思ってます。はい、ではですね、最後になりますけれども、この映像をご覧の方、そして放送を機の皆さんに先生から一言お願いします。はい、岩村田高校の女子バスケットボール部はとても、仲いいし、みんな仲が良くて、それから全てにおいて私は長野県では一番だと思っております。ぜひとも応援していただきたいのと、また小中の皆さんに岩村田高校へ来てバスケットをしてもらいたいなと思います。はい、よろしくお願いします。さあ、映像の前の皆さん、この金子先生の下でバスケットやってみませんか。変わっては岩村田高校女子バスケ班キャプテンの高橋夏香選手に伺います。いや、高橋選手、先日の県高校新人大会準優勝、まずは現在の心境からお願いします。
ずっと目標にしてきた東海打倒ということがあったんですけど、やっぱり東海という壁は大きくて、でも競ったので光は見えたと思いました。実際に高橋選手は背番号4番パワーフォワードとして活躍していますけども、実際に東海とやってみてどんな印象を持ちましたか？東海はやっぱり基本的なことがしっかりできていて、私たちの足りないところをしっかりきちっとやってきたところで負けてしまったので、強豪っていうのはすごいなと思いました。例えば高橋キャプテンから見て、今のこの頑固女子バスケ班に足りないところってどんな点だと思いますか？焦ってしまった時にきっちりプレーすることとか、考えてプレーすることとかができていないと思います。例えば試合中キャプテンからはどんな指示を出してきましたか？試合中はプレーのことに関してはもう何を言っても遅いので、気持ち的な落ち着いてとかそういうことを言うようにしていました。はい、そして高橋キャプテン、いよいよこれ年が明けますとモルテンカップ、また北信越と大きな大会が続くんですけども、大会に対して今後どんなチームに仕上げていきたいですか？イージーシュートなど基本的なことをしっかりできるようにして、いろんなところに応援されるいいチームにしていきたいと思います。この頑固女子バスケ班、現在東進地区では第一代表になりました。県でも準優勝です。多くの高校生あるいはこの中学生なども頑固女子バスケ班憧れ生徒もいると思いますけども、ぜひですねこの放送を聞いている方、また映像をご覧の皆さんに一言お願いします。頑固の女バスはとても元気でみんな仲良くていいので、今人数少なくて大変なのでいろんな人に来てほしいです。この放送をご覧の皆さん、高橋キャプテンも待っていますからね、ぜひこの頑固女子バスケ班でプレーしてみませんか？さあではキャプテン、最後にですね、北信越あるいはモルテンカップチームの目標をお願いします。やっぱり目標は一番を狙うことなので、一番を狙っていってみんなでいい思いをできるようにしたいです。頑固頑張るぞ。